言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。映画 Be the One の情報がいろいろと入っておりまして、チケットがね、チケットピアでまあ買えなかったみたいな完売って情報だったりとか、映画館でまとめてくれてる方がいて、例えばそのフライヤーチラシも含めてまだそのムビチケ残っているところも何件があったりとかいうところもあったりして、コメントでもね、前に出した私の動画でもいただきましたね。場所によってはまだあるっていうところもあります。たださすがに結構ね、今の段階だとだいぶなくなってきているとは思いますが、ただこの動画を撮っている段階ではまだね、何件か残っているようです。ただ映画館でのムビチケのそういう販売はそろそろ終わりになるかもしれないなっていう感じはいたします。で、今回ね、その BE:FIRST:THEMOVIE Be the One のね、ツイッター公式アカウントの方でもツイートをしておりますが、あのね、ムビチケランキング1位という形で、皆様本当にありがとうございますっていう形でありました。ムービーウォーカーの最新映画ランキングムビチケっていうところの項目でね、あったりするんですね。で、ちなみにこのムビチケで1位っていうところと、さらにはあの現在の注目作品という項目でも1位を取っております。ですね、あの私のツイッターでもそれをね、画像にして一応あの貼りました。ムービーウォーカーのランキングが日替わりのような感じ、毎日更新と書いてあるが日替わりのような感じなので、明日以降になったら見れなくなるかもしれないので、ツイッターの方でね、あのやりましたね、私の方で。で、そちらの方の概要欄リンクに貼っておきますので、はい、リンクを概要欄に貼っておきますので、あの私のツイッターになりますが、興味ある方は見に行ってみてください。で、まずムビチケの方で、あの Be the One が1位で、2位がね、クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦という形で、しんちゃんの映画が2位になっておりまして、それを抜かしてっていうのは非常にすごいです。あのしんちゃんの映画が非常に人気で、毎作品ごとに本当にたくさんの人が見に行くっていうのはもちろん知っておりますからね。で、注目作品の方では、あの Be the One が1位になっていて、2位がマイエレメントになってますね。これがディズニー映画といいますか、ディズニーとピクサーの長編アニメーションというところになりますね。これはこれで結構興味があるんですが、案外私ディズニー映画も好きだったりするんでね。アーロと少年の、監督か。アーロと少年は正直そんなに好きな作品じゃないけど、まあそれはいいや。うん。面白いかもしれないからね。っていう形でありまして、まあ非常に素晴らしいですね。うん。まあ、この感じでさらに盛り上がっていけばいいんじゃないかと思っております。で、結構ね、やっぱりその映画ということに関して、まあ今のところあんまりそういう情報入っていないんだけど、今後問い合わせとかそういったものをたくさんされる方とかもいらっしゃるかもだけど、映画館もね、結構そのオペレーションとしてキツキツでやっている部分もありますから、自分で調べられるところは自分で調べるのがいいだろうなっていうふうには考えてますね。で、ちなみにですけど、ムビチケカードはまあなんていうか、あの完売っていう形になってきそうだけれども、あのね、オンライン券とかだったらまあ買えるっていうこともあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。ただまあ、ムビチケカードはね、欲しいっていう方の場合はだけど、映画だけ見れればっていう形だったらってあるし、あとは当日券で、見に行って、それでムビチケは後々に使うっていうパターンもいいんじゃないかっていう話もありました。というのがまあ、その、当日券で買って見るっていう、それが、言ってみれば、ビルボードやオリコンとかの、そういうフィジカルのチャートみたいな感じに近いのかな、そういうマンで換算されて、で、後々にまた見に行くとか、そういう形でもいいしね。まあ、そういうことでもあると思います。まあ、映画に関しては私もそんなに詳しくはないんだけれども、ただ、いろいろこうね、その映画を見るときの、なんていうか、興行のやり方だったりとか、チャートみたいなのがあるはずだから、そういったものとかもね、いろいろと、結構ベスティで詳しい人がツイッター見るとまとめてくださってるので、そういったお得な情報だったりとか、あと、フライヤーが、チラシですね。チラシがですね、配られてるっていうところで、例えば、まあ、なんか、映画館に問い合わせをするっていうパターンのことも考えられるんだけど、今っていう時代は、実は、ツイッターとかで各映画館が、そのフライヤー置いてるか置いてないかとかっていうのを、実はね、結構、そういうのを出してくれてるところもあったりして、全部じゃないかもしれないけど、まあ、そういうこともあるので、
まずね、問い合わせをする前に調べられるところっていうのも結構多いから、そういう風にしていくといいんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん、だからね、まあやっぱり今後ね、あのビザワンをはじめとして、まあ、映画だったりとかもろもろね、今後そのBE:FIRSTをはじめとして BMS リアーティストがね、出てくる可能性もあるし、例えばですけどアニメね、例えばほらワンピースの映画とかね、あのアドさんの新時代がすごく話題になりましたけど、あとは最近で言うと映画で言うとあれですね、あのコナンの映画のスピッツの美しいヒレなんかがそうですけど、やっぱりそういうね、あの映画見に行くときに主題歌とかそういうものを目的として見に行くっていうパターンも多分今後そのね増えてくると期待を、希望的観測ですがしているところであって、やっぱりその時にベスティ同士で共有をできる情報はなるべくしておいて、あのベスティの人たちはなんかそういう問い合わせとかしてこなくて、ご自身で調べてくださって非常に良い人たちだなっていう風に映画関係者、まあ、映画関係者といいますか映画館の関係者の人にも思われてみたいなというのが私の感想ではあります。うん、まあその私もね、今ちょっとあの付き合いがなくなっちゃいましたが、映画館でバイトしていたやつがいて、例えばレオ君もそうか、映画館でバイトしていたんですもんね。ね、まあ、やっぱりその問い合わせとかね、そういう風にもらう時とかに、何だったか忘れたけど、その当時アイドルのドキュメンタリー映画かなんかがやってて、それで問い合わせが結構来てて、それの対応とかちょっと嫌だったって話をね、酒飲んでる席で聞いたことがあるんで、あ、まあやっぱりそうだよねって思って、結局仕事だってね、それやっても時給とか変わらないわけだし、できればね、やっぱりこう、あのそういうのって避けたいですよねっていうのは思ったりはする。まあどうしても分かんない場合とか、そういう場合は聞いてもいいと思いますけど、案外ねツイッターとかでね、あの見るとベスティは有能な人が多いから、情報を持ってる人も多いからね、そういうので意外と見れたりするっていうのはね、あると私は考えている。まあ、あの私グランファンバーズの YouTube とかでやり取りしてもらってもいいし、そうですね、まあちょっとグランファンバーズがね映画に関して詳しくないんで、まああのこの動画でも多少は話をしてるけど、正直そんなに有用な情報っていうのはそんなには、うん、教えてっていうか、その何でしょうね、皆さんに共有することができないんですが、まあフライヤーとか配ってる映画館であったりしたら、例えばね、あの一人一枚であるっていうこととか、新宿バルトナインとかでも配ったって話とか、今どうなんだろう、新宿バルトナインはまだ実はムビチケ余ってるって話をさっきちょっとね見たりもしましたけど、まあ、うん、今っていうのはこのね18時49分のあの今現在の話なんで、この動画見てる時間でどうなってるかは分かりません。フライヤー欲しいですけどね。まあでもなんかね、そういうフライヤーが増刷されたりとか、増刷でいいのかな、まああのまた刷られたりとか、ムビチケカードとかもろもろのやつもこんだけ人気があると、もしかしたらまたあの何でしょうね、また手に入れられるようになる可能性もゼロではないのかなと、ちょっと希望的観測を持っております。ただこれも希望的観測ですので、でそういった形の話とかも、まあできれば共有していければっていう形のことはまあ思ってますかね。うん、っていうことでございました。まあなので、まあ、やっぱりね、調べられることはまず自分で調べて、本当にわかんないことを問い合わせというか、まあ、私は問い合わせはできれば避けた方がいいと思ってる。一人二人だったらいいんですけど、やっぱりベスティも数が多いから大量にね、来ますからね、っていうのはちょっとあると思ってるんで、まあそんな形のことを考えました。あくまでもグランパンパスの意見です。はい、というわけで、まあ映画 Be the One のね、あの、ムービーウォーカーでのムビチ系でのね1位というのが出ましたし、それから注目作品でも1位というのがありました。あ、さっきちょっと行ってみようとしたんだけど、アカウントをムービーウォーカーのアカウントを作ると、こちらでオンラインのチケットは買えると思います。あの前売り券で、ただやっぱりねそのムビチケカードは手に入らない。そのオンラインでね、そのスマホとかに、このスマホとかにその表示が来て、それで表示されるやつっていうことらしいので、ちなみにそのピアで買うやつは、その買ったやつ、今ちょっと多分買えないけど、また出るかもしれないけど、それは郵送で送られてくるムビチケカードのはずなのでですね、そういった部分もあります。あとそのコンビニで買うっていうのもあるけど、それは普通の前売り券っていう形になるようでございます。まあそうですね、まあビーザワンの、ホームページがね BMSG の方で用意してくれているから、
まあ、こことかもリンクまた再度貼りますし、そこからもろもろ、はい、調べていただければと、ご自身で調べられるところは調べていくのがいいのかなっていう感じがいたします。あとね、4DX とかね、スクリーン X とか、ちょっと高くなるための別途追加料金とかそういったものに関してもそうだし、まあこれもその映画館によってあるとこないとこあったりするから、それも含めてですね。でもその、例えば映画館によってその 2D だけのところがあったりとか、4DX があるとことか、スクリーン X があるとことか、例えば自分だったら千葉県なんで、TJOY 蘇我だったら 2D だけだけど、幕張の、海浜幕張のユナイテッドシネマ幕張だったら 2D と 4DX があったりするし、テラスモール松戸だったら 2D と 4DX とスクリーン X があったりとか、そういった映画館一覧のところに、そういう上映形態っていうのも書いてあります。で、これも追加料金とかするときは、おそらくその、なんだろうな、場でなんかやるんじゃないかなっていう、まあ、そこもちょっと詳しくないんでね。またそこも分かればっていうところはありますけど、どうもね、映画もスクリーン X とかね、いい映像とかいい音声で見るっていう形のをね、やったことがないもんでね、なかなか分かんないとこもありますけど、まあ私も分かんないとこ多いですので、皆さんも情報交換一緒にしてまいりましょう。いろいろ分かる方いたらね、コメントで教えていただけると嬉しいですし、前のね、このビーザワン関連のコメント欄でもいろんな情報を教えていただいたんで、それ見てね、また皆さんがそれを見て情報として行動する時のものにもなるかもしれませんし、私自身もそれで動いたり動かなかったりもできますからね、っていうところもございます。はい。まあ、やっぱりね、使えるものはネットっていうのを使っていろいろとやってまいりましょうね。はい。という感じでございます。はい。では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。